パソコンを使ったスマホ活用術。今回は特別講座としてパソコンでの Google フォトの活用方法についてご説明いたします。Google フォトはスマホでも使うことができます。Google フォトの使い方、スマホ編もございますので、そちらをご参照ください。本日の講座内容は Google フォトを使うメリット、Google フォトの設定方法、Google フォトの使い方、Google フォトの印刷方法についてご説明いたします。まずはじめに Google フォトを使うメリットについてご説明いたします。 Google フォトは写真の保存先としてはプロでない限りは使うべきサービスになります。特にスマホと写真を共有することができるので、スマホで撮った写真をパソコンで加工したり、パソコンから家のプリンターで印刷したりすることが今まで以上に簡単になります。スマホにもぜひ Google フォトアプリを入れるようにしましょう。iPhone 等の iOS 端末でも入れるべきサービスの一つになります。Google フォトのメリットの一つ目としては、写真や動画を無制限に保存できる点になります。そのままの画質で保存する場合には 15GB まで無料になります。二つ目としては、保存時の重複がないかを自動的に確認してくれます。3つ目としては、自動的に画像を識別し、タグ付けをしてくれるので、探すときに楽になります。デメリットとしては、先ほどもご説明いたしましたが、オリジナル画像を保存する場合には制限があります。Google のスマホ、Pixel を利用する場合には、その制限がなくなり、無料で無制限に保存することができます。1600万画素の写真と、1080ピクセル動画を超えるものはリサイズされてしまいます。ただし、PC やスマホでの閲覧や一般的なサイズの写真を印刷する場合には影響がない画質になります。それでも画質が落ちる点が気になる方は、Google フォトをバックアップにして、貴重なオリジナル写真は他の無料ストレージ等に保存するという方法もございます。こちらでは Google フォトの設定方法についてご説明いたします。まずは第一歩として Google Chrome をパソコンにダウンロードしインストールしてみましょう。Google Chrome のパソコンへのインストール方法は、パソコンを使ったスマホ活用術 Google Chrome 編をご参照ください。またスマホにも Google フォトアプリをインストールしておきましょう。こちらも Google フォトの使い方、スマホ編がございますので、そちらをご参照ください。それでは、1のように、パソコンから Google Chrome のアイコンをクリックして、Google Chrome にアクセスしましょう。先ほどの続きになりますが、Google Chrome を立ち上げると、2のように画面の右上に青色のログインボタンが確認できるかと思いますので、そちらをクリックしてください。すでにログインをされている方は、こちらの部分に自分の名前が表示されているかと思われますので、そのままの状態で問題ございません。ログインができていない方は、3のようにメールアドレスを入力し、4のように次へをクリックしてください。そうしますと、パスワードの入力画面が表示されますので、5のようにパスワードを入力し、6のように次へをクリックしてください。ログインが完了しますと、画面の右上に自分の名前が入ったサムネイル、アイコンがあるのを確認できるかと思います。先ほどの続きになりますが、Google フォトへのアクセスする準備ができましたので、Google フォトにアクセスしてみましょう。現在、Google Chrome のトップページが表示されているかと思いますので、1のように画面の右上にある黒い丸が6つあるメニュー、ドロワーとも呼ばれています、をクリックしてください。次に Google サービスの一覧が表示されますので、その中から Google フォトを探して、2のように Google フォトをクリックしてください。Google Chrome をインストールしていない場合や、他の人の端末からアクセスする場合には、次に説明する方法で Google フォトにアクセスすることができます。1のように Microsoft Edge や Internet Explorer のアイコンをクリックして、それぞれのブラウザーを立ち上げてください。次に画面上部に検索窓が表示されますので、2のように Google フォトと入力して検索してください。そうしますと検索結果一覧が表示されますので、3のように
検索結果上部にある Google フォトをクリックしてください。4のように各検索結果のタイトルの上か下にどのサイトからの情報かが必ず表示されています。今回は Google サービスの一つである Google フォトなので、必ず google.com が入っているサイトになります。こちらの方法で情報を見極めていくと、オフィシャルサイトと他のサイトとの違いについて判別することができるようになってきます。先ほどの続きになりますが、検索結果一覧から正しく Google フォトの公式サイトにアクセスできていると、Google フォトの公式サイトのトップページが表示されます。5のように Google フォトにアクセスという青いボタンをクリックしてください。次にログイン画面が表示されますので、6のようにメールアドレスを入力して、7のように次へをクリックしてください。そうしますとパスワード入力画面が表示されますので、8のようにパスワードを入力し、9のように次へをクリックしてください。こちらで Google フォトへのログインが完了いたします。こちらの方法でログインをした場合には、終了後に必ずログアウトをするようにしましょう。非常に重要なことになります。こちらでは Google フォトの使い方についてご説明いたします。それでは Google フォトのトップページが表示されているかと思いますので、画面の左側に表示されているメニュー一覧について簡単にご説明いたします。後ほどそれぞれの項目の詳細についてご説明いたします。まずはメニューの一番上にあるフォトという項目が確認できるかと思いますが、こちらは基本的に全ての写真が日時順に表示されています。次に共有は共有している人と共有されている写真が表示されます。おすすめは写真の加工や編集、アルバムなどの選択肢が表示されます。次にアルバムは作成済みのアルバムが表示されます。ユーティリティは役立つヒントが表示されます。アーカイブは先ほどご説明したフォトの項目で、アーカイブに移動したフォトも表示されますので、本当の意味での全ての写真が表示されます。ゴミ箱は一度削除した写真が60日間保存されます。その後には完全に削除されます。保存期間は変わる可能性がありますので、ご注意ください。こちらでは Google フォトのアーカイブの移動方法と削除についてご説明いたします。まずは画面左側のメニューに表示されているフォトを1のようにクリックしてください。写真の一覧が日付順に表示されますので、2のように写真を1枚クリックしてください。そうしますと写真が拡大されます。3のように画面の右側に矢印が確認できるかと思いますが、こちらをクリックすると次の写真に進むことができます。また、画面の右上にメニューバーが表示されているのが確認できるかと思いますが、4のゴミ箱のアイコンは写真を削除したい場合にクリックしてください。そうしますと5のように小さな画面が表示され、削除しますかというメッセージとボタンが表示されますので、削除する場合にはゴミ箱に削除をクリックしてください。こちらで削除をすると、スマホ、PC 等、同期している端末からも写真が削除されますので、ご注意ください。最後に先ほどの上部にあるメニューの一番左側にアーカイブに移動というボタンが表示されていたかと思いますが、アーカイブに移動するとフォトの一覧からアーカイブした写真が表示されなくなります。アーカイブの使い方としては、削除まではしたくないけど、フォトには表示したくない場合にアーカイブに移動することで、フォトに表示させないようにすることができます。アルバムは最も大事な写真、フォトは普通に見る写真、アーカイブは同じ構図の写真でも、複数撮った場合の写真も保存されている場所という分け方が良いかもしれません。こちらではお気に入りの使い方についてご説明いたします。先ほどと同じように写真を1枚拡大した画面の右上に表示されているメニューバーに、星のアイコンがあるのを確認できるかと思いますが、こちらを1のようにクリックしてください。そうしますと、星のマークが2のように変わるのがわかるかと思いますが、白い星に変わっているとお気に入りに追加されたことになります。お気に入りの写真を見たい場合には、
フォトのトップ画面、写真の一覧が表示されている画面に戻り、その画面の上部にある検索画面を丸3のようにクリックしてください。そうしますと別画面が表示され、お気に入りの項目が確認できるかと思いますので、丸4のようにお気に入りをクリックしてください。お気に入りに登録した写真の一覧が表示されます。こちらではインフォメーションについてご説明いたします。先ほどと同じようにフォトの項目で写真の一覧を表示して、写真を1枚選択しクリックしてください。次に画面の右上に表示されるメニューの中にあるインフォメーションマークを丸1のようにクリックしてください。そうしますと、丸2のように右から別画面が表示されます。こちらが写真の情報画面になります。日時、写真のサイズ、どの端末からアップされたか、撮影された場所などの詳細情報が表示されます。写真の説明を入力することもできます。また、日時の変更、撮影場所の変更も可能になります。こちらを追加修正すると、自動振り分け、検索などがしやすくなります。こちらの画面を終了したい場合には、丸3のように×をタップしてください。こちらのポイントとしては、写真にはこのような情報が保存されているということを覚えておいてください。また、今までのアナログ写真では存在しなかったたくさんの情報がデジタル写真にあり、このような情報を逆に利用する人もいる点を覚えておいてください。こちらでは Google フォトの編集についてご説明いたします。まずは先ほどと同じようにフォトの項目で写真の一覧を表示して写真を1枚選択しクリックしてください。次に画面の右上に表示されるメニューバーの中にある丸1の矢印が3本並んでいる編集のアイコンをクリックしてください。そうしますと、色合いを変更する画面と別のメニューが表示されます。丸2は白黒など全体の色合いを変更することができます。丸3のボタンは明るさ、色、トーンを左右にバーを動かすことで変更することができます。先ほどの続きになりますが、丸1の角度編集をクリックすると角度を変更することができます。角度の変更は、丸2を上下に動かすことで変更することが可能になります。また、丸3はサイズを選択することで変更することができます。サイズに合わせる位置については、写真をドラッグすることで動かすことができます。丸4は角度を90度単位で変更することができます。編集をした場合には、丸5の完了をクリックします。先ほどの続きになりますが、完了を押してしまうと、オリジナル画像が写真の一覧からなくなってしまうので、コピーを保存をした方が再度オリジナルを使って加工する可能性がある場合には便利になります。丸1のように完了の横にあるメニューをクリックして、丸2のようにコピーを保存をクリックしてください。オリジナル画像がすぐに必要がない場合には、丸3のように完了をクリックしてください。一度加工してしまい、オリジナル画像がなくなってしまった場合には、加工した画像をクリックすると、編集を元に戻すというボタンが出てきますので、編集を元に戻すを押すか、オリジナル画像をダウンロードするというボタンも出てきますので、そちらを押すと、オリジナル画像を別途入手することができます。こちらでは、共有についてご説明いたします。共有ボタンを押すことで、知り合いに写真を共有することができます。先ほどと同じように、写真を1枚選択し、拡大写真の画面で、丸1のように右上にあるメニューバーの共有をクリックしてください。そうしますと、別画面が表示され、共有する方法を選択する画面が表示されます。共有したい相手がすでに Google アカウントを持っている場合には、丸2のように名前、電話番号、メールアドレスを入力してください。もし相手が Google アカウントを持っていない場合には、丸3のようにリンク作成をクリックしてください。そうしますと別画面が表示されますので、リンクを作成をクリックしてください。次に丸5のようにコピーをクリックしてください。
こちらのリンクをメール、メッセンジャー、LINE などに貼り付けて送ることができます。注意点としては、このリンクを知っている人は誰でもこの写真を見たり、ダウンロードすることができるようになります。その他、Facebook や Twitter にも写真の共有をすることができますが、あくまでリンクを共有するだけになります。次に、フォトの共有についてご説明いたします。Google フォトのトップ画面で、画面の左側にあるメニュー項目から、丸1のように共有をクリックしてください。次に、共有している一覧が表示されますので、丸2のように共有している写真やファイルにカーソルを近づけると、その項目の右側に、その他のオプションというボタンが表示されます。丸3のように、その他のオプションをクリックすると、共有権限を変更する項目が表示されます。変更が必要な場合には、こちらで変更する権限を選択してください。また、先ほどと同じように共有している写真にカーソルを合わせると、その他のオプションが表示され、そちらをクリックすると、アルバムの削除が可能です。こちらでは、Google フォトのおすすめについてご説明いたします。まずは Google フォトのトップ画面の右側のメニューから、丸1のようにおすすめをクリックしてください。次に丸2のようにアルバムのアイコンをクリックしてください。そうしますとアルバムの作成が可能になります。丸3のようにアルバム名を入力してください。次に写真を選択するとアルバムの作成が完成します。次に丸4のようにコラージュをクリックしてください。そうしますと写真の一覧が表示されますので、丸5のように写真を2枚から9枚の範囲で選択をして、右上にある作成を押してください。そうしますと、丸6のようにコラージュが完成いたします。こちらではアニメーションについてご説明いたします。アニメーションは写真をスライドのように動かしてくれる機能になります。まずは丸1のようにアニメーションをクリックしてください。次に写真の一覧が表示されますので、丸2のように写真を2枚から50枚の範囲で選択してください。選択をしたものは写真にチェックが入ります。選択が終わったら丸3のように画面の右上にある作成をクリックしてください。そうしますとアニメーションが完成いたします。作成途中でやめたい場合には丸4のように左上にある×をクリックしてください。こちらでは Google フォトの印刷方法についてご説明いたします。それでは、フォトから写真を1枚選択してください。そうしますと、画面の右上にあるメニューバーが表示されます。そのメニューバーの右端にあるメニューアイコンを丸1のようにクリックしてください。小さな画面が表示され、ダウンロードという項目が確認できるかと思いますので、丸2のようにダウンロードをクリックしてください。そうしますと画面の左下にダウンロードしたファイルが表示されますので、丸3のようにファイルをクリックしてください。スマホの Google フォトアプリではワンタップで PDF 形式に保存することが可能なので、コンビニ等の印刷が楽かもしれません。詳しくは Google フォトの使い方スマホ版をご参照ください。先ほどの続きになりますが、ダウンロードしたファイルを開くと、画面の右上に印刷アイコンが確認できるかと思いますので、丸1のように印刷をクリックしてください。次に別の画面が表示されますので、丸2のようにプリンターを選択してください。写真の大きさやサイズによっては枠に入っていない可能性がありますので、念のため表示されている印刷プレビューをご参照ください。問題がなければ、丸3のように印刷をクリックしてください。印刷が完了いたします。こちらでは、印刷ではなく PDF に保存する方法についてご説明いたします。先ほどのプリンターを選択した画面で、丸1のようにマイクロソフトプリント2 PDF を選択してください。写真のサイズはページ全体を選択し、丸3のように印刷をクリックします。そうしますと別の画面が表示され、保存先の選択及び保存するファイル名を入力すると、丸4のように
保存をするをクリックすることで、パソコンに PDF ファイルとして保存することができます。新聞などを写真に撮って保存し、PDF にして管理したり、領収書を写真で撮って PDF にするなど、いろいろな使い方ができるかもしれません。自分流の使い方を考えてみましょう。以上で、パソコンを使ったスマホ活用術特別講座、パソコンを使った Google フォトの活用方法を終了いたします。Google フォトの使い方、スマホ編もございますので、そちらもぜひご参照ください。その他、ワンポイント講座、入門編、活用編の講座もございますので、ぜひご視聴ください。